どうもシュートです。さあ今回なんですけれども、毎週恒例の CS 当たり選手ランキングの動画の方を撮っていきたいと思います。まあ今回の登場チームなんですけれども、全部で4つですね。トッテナム、ミラン、レアルマドリード、チェルシーということで、この4クラブから登場ですね。まあ4つともビッグクラブなので、まあ CS ガチャの内容もかなり熱くなっております。評価いつも通りこんな感じとなっております。まああくまで僕の独断と偏見で決めておりますし、ゲーム内での評価ということはお忘れなくご理解ください。それでは早速やっていきましょう。はい、まず10位ですね。10位はフィカヨトモリ選手ということで、センターバックの選手ですね。まあ身長185センチのビルドアップということで、まあ身長の面はクリアしてるのかなと思います。でまあボールキープとかボールコンもまあ80超えてるので、まあそこそこある方なのかなとは思います。でまあパスもまあそこそこできて、でスピシュン88-92っていうところですね。まあここがこのトモリ選手のいいポイントかなと思います。まあフィジコン91、ボディコン83っていうところも、まあボディコンが85乗せたら、まあフィジコンも91でも全然気にならなかったと思うので、まあちょっとだけフィジカル面は気になるかもしれないんですけれども、まあディフェンス系の能力もしっかりあって、まあ、瞬発92っていうのは結構ねセンターバックではいないと思うので、まあ、もしかしたらトップクラスになりうる選手なのかなと思うので、今回10位にさせていただきました。まあ、もうちょっとランキング上でもいいかなと思ったんですけど、まあ、やっぱ今回のねガチャはね本当にいい選手が多いので、まあ、ちょっとこのトモリ選手でも、まあ、10位になってくるかなっていう感じがしたので、今回10位とさせていただきました。はい、次9位ですね。ナチョということで、レアルからの登場ですね。まあセンターバックで身長180センチのハードプレスということで、まあ、この選手は両サイドバックで使いたいかなっていう感じはしますね。まあドリブル系の能力最低限あって、パスも最低限ありますね。でまあスピード90、瞬発83ということで、まあここは非常に高いですよね。でフィジコン90のボディコン80ということで、ここもいいですね。でまあスタミナ92で、ディフェンス系の能力は全て90を乗せてるということで、まあマンマークインターセプトとか持ってるし、まあ逆足頻度精度は1、2しかないんですけれども、まあ全然左サイドバックやらせてもいいのかなと思います。うん、非常に使いやすそうですね。まあ攻撃面に関してはそこまで貢献度っていうのはないかもしれないですけれども、まあワンタッチパスつけてあげたら結構活躍できるかな。まあとにかく守備面の活躍っていうのが非常に期待できる選手なので、まあ僕的には当てたらとりあえずベンチには入れたいかなって感じはしますね。まあ最悪センターバックもできるとは思いますし、まあちょっと身長低いんでそこは厳しいかもしれないんですけど、まあ両サイドバックどっちもできるっていう点では、まあ非常に今作なかなかそういう選手いないので、まあ前作だとビダルとかね結構いたんですけど、今作はなかなか両サイドバックできる選手がいないということを考えたら、まあこのナチョは結構重宝される選手なのかなと思います。はい、お次は8位ですね。エドゥアル・メンディ選手ということで、ゴールキーパーの選手ですね。まあこの選手は非常に注目度高いかなと個人的には思っております。身長197センチの守備的ゴールキーパーっていうだけで正直やっぱり強そうですよね。でまあ能力値見ていただいたら分かる通りなんですが、ゴールキーパーセンスが完走してると、まあここが完走してるのは非常にいいポイントかなと思います。でまあキャッチング95のクリアリング94、コラプシング99の完走で、ディフレクティングは97ですね。でまあジャンプが94あるっていうのも非常にポイント高いかなと思いますし、まあ、やっぱりこれだけ高身長で守備的で、まあゴールキーパー能力がこれだけいいと、やっぱり使用感は非常にいいのかなと思います。まあ通常のクルトワしか持ってないよっていう方は、まあ、守備的ゴールキーパークルトワ使ってるなら、まあ、メンディ選手当たったら乗り換えるのはありなのかなと思います。まあ FP のクルトワ持ってるならクルトワの方が強いとは思うんですけど、まあ、ジャンプ高いっていうのもこの選手結構気になるポイントかな。まあ、とりあえず当たったら、まあ、ライブアップで次第では使っていきたいかなっていう選手ですね。はい、次7位ですね。サンドロ・トナーリ選手ということで、まあ、結構去年から僕好きなプレーメーカーの選手ですね。まあ、能力値全体的に見たら分かる通りなんですが、90前後の能力値が非常に多いですね。まあ、オフェンスセンス、決定力、ヘディング、ジャンプだけが黄色の能力値っていう感じで、それ以外はもうほぼ緑ですね。ドリブルしっかりできて、グランダパス、フライパスもしっかり出せて、まあ、スピシュンも89あって、フィジコンボディコンが85-90ということで、ここが非常に評価できるポイントかなと思います。まあ、なかなかこれだけ足速くてフィジカルも強いプレーメーカーっていないと思うので、まあ、守備系の能力も高いし、オフェンス系もしっかり高いということで、本当に珍しいプレーメーカーかなと思います。でまあダブルタッチ、ワンタッチパスとか持ってるところも非常に評価できるとは思いますし、まあ、CMF で使うのもいいですし、僕的にはやっぱ4-3-1の底の DMF で使っていきたいかなっていう感じはしますね。まあプレイメーカー好きな方は、まあ隣選手が、まあ一番使っていけるような選手なんじゃないかなと思います。はい、次6位ですね。6位はドンナルンマ選手ということで、まあ本当にここは好き嫌い分かれるとこですね。まあドンナルンマ1位でしょっていう人もいるとは思うんですけれども、まあ身長196センチの攻撃的ゴールキーパーということで、まあ GK 能力は全て完走しますね。でまあキック力、ジャンプ、フィジコンの能力値もしっかり高いということで、まあ、低弾道パントキック持ってるのもドンナルンマの魅力かなと思いますし、
まあ、ライブアップでもまあそこそこ安定してるのかなとは思います。まあ、結構 AB が多い気がするので、まあ、今週とかは D なんですけれども、まあ、やっぱ C でもね全然使っていける選手なので、まあ、ただ僕的にはやっぱ守備的の方が好きなので、まあ、あんまり優先度は高くないかなっていう感じがしますね。でも最強です。はい、次5位ですね。5位はフェデリコ・バルベルデ選手ということで、いや久々に登場してくれましてね、多分以前結構前に登場した気はするんですけれども、まあ、僕的になんですけれども、まあ、この選手バルベルデ選手は FP 現役の選手の中ではもう本当に最強の CMF ボックスボックスの選手だと思ってます。まあ、能力値は非常にバランスがいいですね。ドリブルしっかりできてグランダーパスも96乗せてると、まあ、決定力とかオフェンスセンスは結構低いんですけれども、まあ、そこは後で話しますがスキルでカバーできてるかなと思います。で、まあ、スピシュンもしっかり高くて、フィジコンも88あって、ボディコンも82あると。で、スタミナ96で、守備能力もバッチリありますね。で、まあ、先ほど話したスキルの面なんですけれども、まあ、ミドルシュートとか、コントロールカーブとか、ドロップシュートとか、まあ、シュート系のスキルが非常に豊富なので、まあ、上がった時にしっかり決めれるのかなと思います。まあ、僕、通常のバルベルで結構使ってたんですけれども、全然上がったら点は決めてくれるので、まあ、そこは心配ないのかなと思います。で、まあ、インターセプト持ってて、ワンタッチパス、スルーパスを持ってるので、まあ、中盤としても非常にスキルも、能力値も優秀なのかなと思います。まあ、フィジカル面も非常に強く感じますし、足も速いということで、まあちょっと現役の選手の中では最強に強いセンターミッドフィルダーなのかなと思います。まあ、アイコニックを押しのけて、ネドベドとかベッカムも押しのけてバルベルデを使うっていうのは非常にありだと思います。 C でもね全然使っていいと思うんですよね。もう本当に使用感がいいのでぜひ使ってみてください。はい、次4位ですね。今回トッテナムから唯一選出ということで、ダビンソン・サンチェス選手ですね。まあこの選手は去年から非常に強いですよね。身長187センチのビルドアップということで、まあ、ドリブル系の能力あんまり高くないので正直、事故りやすさはちょっとあるのかなとは思うんですけれども、まあ、やっぱ守備面ですね。スピシュンが983ということで非常に高いと思いますし、フィジコン97のディフェンスセンス95、ボールダッシュ99、アグレッシブネス96ということで、まあ、ヘッダーインターセプトをしっかり持ってますし、まあ、マンマークは僕的には持ってなくてもいいのかなと思いますが、まあ、マンマークつけたい人はスキル追加することをお勧めいたします。まあ、この選手に関しては身長もちょうどいい感じで、足も速くてフィジカル強くて守備能力も高いということで、まあ、かなり現環境を戦っていけるセンターバックなんじゃないかなと思ってます。まあ、去年はあんまり使えなかったんですけれども、まあ、今作はビルドアップそこまで気にならないかなと思うので、まあ、今作はサンチェス選手当たったら使っていこうかなと思います。足も速いんでね、まあ、キャンベルとかと使い比べて、まあ、使いやすかったらサンチェスは使っていきたいかなっていう感じはしますね。まあ、使用感次第っていう感じですね。はい、次3位ですね。3位もセンターバックの選手で、アントニオ・リュディガー選手ですね。まあ、チェルシーからの登場なんですけれども、まあ、去年かなりこの選手はセンターバック界隈を賑わしましたね。まあ、当たった人はずっとリュディガー使ってたんじゃないかなと思うんですけれども、それぐらいスカットでもね結構見ました。まあ、ただこの選手に関しては能力値とか身長的には結構事故りやすそうな感じはするので、まあ、そこは気をつけてほしいかなとは思うんですけれども、まあ、グラパフラパもしっかり高くてスピシュン90、87ということで、まあ、非常に高いですね。まあ、ダビンソン・サンチェスよりも瞬発力が4ぐらい高いということで、まあ、そこは非常に評価できるポイントかなと思います。でフィジコン97のボディコン73で、まあ、ディフェンス系の能力に関しては、まあ、先ほどのサンチェスと比べると、まあ、95以上の能力が一つもないということで、まあ、そこはちょっと悲しいポイントかなと思うんですけれども、まあ、94あれば、全て94あれば十分かなと思います。で、まあ、ヘッダーマンマークインターセプトもしっかり持ってて、まあちょっと今週当てたいセンターバックの一人かなっていう感じですね。まあ、今週のガチャに関しては本当にディフェンスラインの選手がいい選手豊富すぎるので、まあ誰当たっても当たりかなっていうか、ランキングで紹介した中なら誰当たっても当たりかなっていう感じはするんですけど、まあ、リュディガーに関しては特に当てておきたい一人に入ってくるぐらい強いと思うので、まあ、ちょっと僕は狙ってチェルシーのガチャ引いていきたいと思います。はい、次2位ですね。2位はクルトワ選手ということで、いやマジでそろそろ当てておきたいんですけれども、まあ、持ってない方もねぜひこの機会に狙っていただきたいんですが、まあ、やっぱり通常でも1800に導いてくれたゴールキーパーということで、まあ FP だったらもっと楽にいけたのかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとここらで本当に当てておきたいですね。まあゴールキーパー能力すべてカンストしてて、ジャンプとかもまあそこそこ高い感じはしますね。すべて90前後あるっていう感じで、まあ、身長199センチの守備的ゴールキーパー、うん最強ですね。まあ低弾道パントキックつけてる人結構いると思うので、まあ、僕的にはそこまで使わないんですけれども、まあつけたい方はつけたらいいと思います。もう本当に完全体なゴールキーパーだと思うので、まあ僕的にはドンナルンマやメンディよりもやっぱりクルトワを推したいですね。もう本当に最高だと思うので、ぜひ当てておきたいですね。もうクルトワに関してはあまり言うことはないです。はい、ではラスト1位ですね。まあ1位は誰しもが分かってたと思いますが、ラファエル・バラン選手ということで、まあレアルの最強センターバックの選手ですね。まあ身長191センチのビルドアップということで、まあ、やっぱドリブル系の能力もそこそこありますよね。ボルコン高いのは非常に評価できるかなと思います。で、まあグラパ・フラパもまあ最低限ある感じで、フライパスは結構高いですね。で、まあスピシュン93、86ということで、今回の強化幅は結構高いですね。
でフィジコンも96乗せてて、ボディコン82で、ディフェンスセンス95乗せてるのもいいですよね。でボールダッシュ97のアグレッシブネス91ということで、いやーもう最強ですね本当に、まあ、通常でもライブアップで B 以上なら使ってるぐらいなんで、まあ FP ならライブアップで C でもこの選手ガチスカに置いておくのがもう本当に無難かなと思います。まあセンターバックの中で圧倒的に強いですかね。フィジコンあってボディコンそこそこあって、スピシュン高くてディフェンス系の能力もしっかりあるっていう感じで、まあこの上ない選手なのかなって感じはしますね。まあバランとクルトワの FP に関してはまだ持ってないので、まあレアルのガチに関しては全力で引いていきたいかなと思います。はい、それでは今回ここでですね、 SCS の当たり選手ランキングの動画の方を終わっていきたいと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、個人的に総括すると、まあ、レアルは絶対引いた方がいいですかね。バランクルトは持ってないならレアルは絶対に引いた方がいいと思います。レアル、チェルシー、ミラン、トッテナムみたいな感じですかね。まあ、トッテナムに関しては本当にサンチェス一択かなと個人的には思ってるので、まあ、ちょっと厳しいガチャかなと思うんですけれども、まあ、コインに余裕のない方はトッテナムはやめといた方がいいかなと思います。まあ、レアル、チェルシー、ミランは無課金の方でも全然おすすめしたいですかね。もう本当に今回は激アツなガチャだと思います。はい、それでは今回これで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。